コスメ系 VTuber 星のキックフレです。今回はキャンメイクから出る7月下旬発売の新作コスメの情報を紹介していきたいと思います。最後まで見ていってくれると嬉しいです。それではやっていきましょう。まずはこちら、クリームチークパールタイプ P04 番アプリコットシェル、ピュアなムードを呼び込むオレンジコーラルです。こちらのチークは繊細なパールを高配合して塗れたようなうるっとした生っぽいツヤのある仕上がりになります。ファンデーションの上から重ねてもムラになりにくいテクスチャーとなっております。ピュアなムードを呼び込むオレンジコーラルでフレッシュで夏っぽいカラーですよね。こちら638円になります。同時に以前限定発売だった血色が自然に生まれるピンクコーラル P01 番ピーチダズルと、落ち着いた大人の雰囲気に仕上がるローズピンクの P02 番ローズペダルが今回定番化になりました。今回新色が出てプラス定番化したものが出てきて、すごいこの夏大活躍してくれそうな感じがします。続きまして、ジューシーリップティント、まろやかな血色感のローズベージュの07番フレーズロゼ、ヌーディーでこなれ感のあるベージュ08番ヘーゼルミルクが今回限定色で登場しました。キャンメイクのジューシーリップティントは私も愛用しているのですが、夏っぽい大人なカラーが出てとても注目しています。ツヤがあるのにベタつかず軽い質感でじゅわっと高発色です。飲んでも食べても色落ちしにくいのでとても助かります。カラーもすごく可愛いのでぜひチェックしてみてほしいです。こちら660円になります。続きまして、カラフルデイズ、シアーなピンクブラウンの N70 番ローズミルクティー、シアーなくすみパープルの N71 番紫芋、シアーなブラウン N72 番のマロングラッセ、シアーな抹茶グリーンの N73 番抹茶シロップ、シアーなオレンジブラウンの N74 番クレームブリュレ、こちら396円になります。大人気のカラフルネイズなんですが、すごい今回はちょっとくすんだ系のカラーがたくさん出ておりまして、色合いとかカラーのお名前がすごく美味しそうちょっとおしゃれな雰囲気のあるカラーが出ております。チュルンとした透け感で塗る回数によって雰囲気が変わるので、いろんな塗り方を試してみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回はキャンメイクの7月下旬発売のコスメ新作情報でございました。ネイルが結構面白みのあるカラーばかりだったので、個人的にはこれが一番注目しております。皆さんもよければチェックしてみてください。このチャンネルはコスメのレビュー動画や新作コスメ最新情報動画を上げております。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして毎週月曜日と水曜日の夜10時から生配信を行っております。コスメやファッション、グルメの興味のある方、ぜひ遊びに来てください。ここまで見てくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。またねー。